はい、それではですね、今回は、ゴースト・オブ・ツシマやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。続ける。さあ、ということで、前回は、足立殿ですね、雅子殿の、クエストやりまして、一応ね、足立のそのまあ、一族を、倒したというね、敵は討ったんですが、大牡田の浜にね、足立殿が一人でいるということなので、ちょっとそちらにね、助太刀に向かおうかという形でございます。おめちゃくちゃ遠い浮世草、雅子殿が大牡田浜へ向かう姿を見た者がいる。だがあの地はということですね。大牡田といったらですね、一番最初のオープニングのところですね。はい、雅子殿の旦那が、一人ね、突入していったところ、あっけなくやられてしまったというあの例の地でございます。ガーン。いやいや、こいつはそうでもなかったな。とどめさせなかったいや、とどめさせなかったな。物資をいただいていきまして、ありがとうございます。まあね、民はね、またね、やられてしまいましたが。3キロ、まだまだ遠いのめちゃめちゃ遠いね。結構、おお、上りの、飛びます。小川道場一掃しろ。ちょっと遠いからパス、一回パスまたいつかできるっしょ。残り 1.9 キロ。このまま、まっすぐですね。いやー、すごいところ来ちゃったー。この川をどうやって渡ろうかな。ここか、あそこに橋がある。
どうした、どこで使ってる今。草の中は無理か、影。なるほどね、日吉の歌、和歌を詠む。行きましょう。平和を願って、風吹きて見えずして、見下ろせば平和を願って、見下ろせば、涼しき岩に励まされ、優しき清め身に浴びて、息吹交わる秋風に。流れる水も急がしなくゆく、川の水さえ向きを変えたり、今新たなる流れとならん。いやー、これかな、川の水さえ流れを変えたり、平和の鉢巻き。ゲッチュ。いや、今日もいい句が読め。あ、影。影、そんな遠くへ行かないでよ。さあ、行くぞ。主なの浜へ。走れ、影。どうやってここを降りるのか。びっくりするほど絶壁だった。空海の滝、そちらの精鋭を出せ、さあ一騎打ち。いやーい、いやー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 、助けてください。おお、危ない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 、助けました。
さあ行きますよ、赤毛。レッツゴー。残り1キロ。さあ、お、海が見えてきましたね。あともう少しか。貿易者の森。腕試しと行くぞ。ここでも一騎打ち。古田の集落。敵の頭に抜いて敵を倒せ。いなくね、敵。敵がいないぞ。出た出た。あと一人。あいつのお前の頭を、お前の頭をいらせてくれ。お前邪魔なんだよ隊長。クソ隊長。見えません。あと4人。はい、あとは
し。痛い痛い痛い。当たってないんかーい。三連。いやー強くなったな刀も。あとは以上？以上っぽい？じゃあじゃあって言ってさ物資取ってくんだよこの人。はい。あとはみんなこの古田の集落の人々っていうことでいいのかな。こんにちは。ここはすごい荒らされてますね。この家、この家だけすごい荒れてる。あとはあとだ。物資鉄塔。違う。これ。あ、いた、出た。敵。まずお前を倒すところから。弱いんじゃん、お前は。こんなのでガードできるのか？俺はここだ。残りの敵を呼ぶ。ピキさん、お前敵じゃないのか。俺はここだぞ、俺。どこどこどこ？お前今そこ立ってただけだろ。こいつ傘かぶったやつ。以上。まだいいのどっか。ふぅー怖いよな。急にな。急に窓から入ってくるのが怖いわ。どこどこ？なんか喋ったぞ今。こんにちは。どうかお侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処。侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。猛虎も島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。ちょお前、まだ人が喋ってるでしょうか。まだ人が喋ってるでしょうが、ちょっと。何してんの？これだから、もう、まだ女が喋ってるでしょうか。普通に。OK。とりあえず終わった。
よし、じゃあ、マサコ殿のところへ向かいましょう。平和になったの？オッケー、古田も平和になりました。行くぞー。登ったら降りちゃうから、こっからが。どこにいんだ？あれここ、あれか、あそこにナモーコか。これなんか物資いっぱいありそう。あー、ギロチンされてる。侍がいっぱいギロチンされてる。あー、みんなここで無念にやられていったのか。どういうこと？さっき歩いてたのは猛虎なのか猛虎じゃないのか、どっちなんだろう。ちょっと行ってみるか。ここはあれだよね、多分うちらの本陣だったとこだよね。残り200m。さあ来い、さあ来い。いやあ、あと170m だけども。あ、お前味方か。なんか味方っぽいやつ来たぞ。ちょっとなんか槍持ちの。お、お前敵なんかーい。倒したわ。あ、あれか、違う、あれだ、あの野党だ、野党だから猛虎とも戦うし、酒井とも戦うのか。あのね、三つどもえだったってことが、要するにここはプッシュヒーロー。で、政子殿は黄色いといい。なんかあんぞ、そこに銅像みたいな石。誉れの石碑。何これ。拾う。玄武の黒。あ、あー、ブッシーだ、ブッシー。武器用の色を手に入れました。さあ行きましょう。これ160m。あそこで戦ってる。70m。あれか、政子殿もしかして。おお、囲まれてんじゃん。
OK、とりあえず倒した。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子はまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の血を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。浮世草母でございます。さあ、家族の亡きを亡きを探しに行くわけです。ああ、ここあれだ、一番最初のとこだ。あそこからね、だーっと一気に駆け下りてきて、ここでね、なんか急に始まって、馬にね乗りながら倒せとか、すごい いきなり無茶振りさせられて。主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くした。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。足立家の上りを探せ。この青いやつですね。これが足立家の上り。いっぱいいるじゃん、ここに。ジン、こっちだ。いや、俺が先についてるわ。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の。あ、このね、緑がね、酒井家の旗だ。私の馬。ああ、私の馬。私は死ぬところ。どうしても叔父上に救われました。その恩は返さねば。おかげで生き延びたのに悲嘆するの。確かにそうでした。これね、志村が助けてくれたんだよ。いたぞ。誰です。正則。弱敗者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。だが我が子はどこだ。長尾家の武士。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかった。先生さえご出陣くだされば。これは違うのか。ただの青い旗っていうだけか。お、あっただった。次の志村家の旗だ。あ、これ赤かね。戦の最中、この旗が倒れるたび叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。おお、懐かしい。ここでね、刀持ってで戦ったわ。息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。あー
息子2人とも。重里、重成、かような扱いがあるか。殺しましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたという。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火だよ。幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にある。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。かがり火台にこの二人を埋葬していくわけですね。お前だけなんで馬飲んでお俺の馬行くぞ影。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。私はヒノキが遊び場でした。ひとたび上まで登るとなかなか降りなかったものです。上に降るだけでこの世をつかんだ気持ちに。落ちて首を折るだけ。母上は案じておりましたが、父上はそれを成長の証と。志村殿は何と。叔父上の城は高く木を登ることはなくなりました。さあ、もうこの拠点となっているか、かがり火台へ向かいましょう。畜生ども、覚悟するがいい。ててててててて。まずは弓兵から倒す。それは鉄則です。弓じゃない、お前じゃない。オーケー。さすが政子殿、弓兵から倒すという鉄則を知っている。おい、よいしょ、よいしょ。オーケー。あとは、あとはこの盾持ちか。はい、まだです。新手が来ます。どっから。下から来るぞ。下から来るぞ、気をつけろ。そっちか。来た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 。また弓兵来てる。弓兵からまずは倒す。おら、よっ、よいしょ。縦崩しから、オーケー。これを森から来ます。森から来ます。すごい、いっぱい来る。取り持ち難しいな、意外と。ほら、よいしょ。これで以上。あ、ま、政子殿、あ、てか、まだいいんだ。弓、弓、弓、後ろから
やーい、よいしょ。崩してから。OK。これで、OK しょ。まだいる。いいよ。2回、これ3回ね。3回かわしてからの横から、ブヨーン。危ねえ。縦持ちかわす。縦持ち2人、めんどくさいな。OK。元気レンちゃんで来る。背に腹っつった今。OK でしょ、これで全滅。あ、まだいる。あ、大将来てね、大将。おらやっすごい最後雑。これでしまいのようだ。その様子です。 OK、 これで無事倒しました。チャット読めよ。 OK、 でまずは今度に話しましょう。ようやくだ、息子らを運ぶ。つまらんな。二人が元服した後、世を明かすことを許さず呼びに参ったもの。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、雅子殿。さあ、これで浮世物母クリアでございます。息子二人はここにね埋められて灯台のところで眠るわけですね。さあ、両運の護符、気力消費する技を使うとき 15% の確率で気力が1回復すると。さあ、護符手に入って、じゃあ灯台の明かりでもつけに行きますか。それもう死体はないけどね、この武器と防具だけ残ってるっていう。さあ、ではかがり火台にかがり火を灯します。お、気量も手に入る。材料も拾う。結果15分で、あとはなんだ、とりあえず
大体終わったか。サブクエも。まさこのサブクエはこれで終わったから、再び、次何？ユダの弟。ああ。なるほど、ゴールドフィンガー、ついに。ゴールドフィンガー先なのか、菅笠衆に助けを求めるか。菅笠衆先に行きますか。じゃあメインクエスト、久しぶりの 3.5 キロ わあ、くっそ遠いじゃん。あ、でもどっちにしろだな。うん。どっちにしろだな。そこそこ、とりあえずじゃあ武器を強化しに行きますか。そしたらね、黄金寺寄って終わろう。黄金寺寄って、まあ、武器強化とかして、まあ時間だろうなっていう感じです。じゃあそれで行きましょう。さあ、これで足立雅子のサブクエ全部クリアでいいのかな。とりあえず一段落ついたっぽいんで、さあ、あとは、ユナの弟ゴールドフィンガーを救うっていうのと、菅笠衆に助けを求めるというところで、メインクエスト残り2つか。まあ多分またどうせね、サブが あるんでしょうね、そこにもね。そのユナの弟のところも、よっ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 、よっ、オッケー。何もアイテムねえな。よっ、物資を奪う。よし、じゃあ次行きましょう。またお前は名馬だ。やっ、影大丈夫か。
すげえな、ここもめちゃめちゃ猛虎に捕らえてんだろうな。あ、降りちゃった。残り 1.5 キロ。あー、なんか吊るされてるよー。お、すげえ、なんかピンクのとこ来たわ。マイル、そしてここは赤い。おいしょ。おや。よっ。よっ。やあ。オーケー。攻撃を刺す。まだいいのかな。どこにいんの、どこに。どこだ。裏か。裏ではない。出た。どうしよう。オッケー。よし、殲滅。お、キツネさん。おー、すごい、なんかホタルがすごい待ってる。気持ち悪っ。逆に気持ち悪っ。で、行こう、影、よし。さあ、わあ、そこが黄金寺。まだまだ 1.3 キロ。さあ、かかってこい。墓場。いろんなとこにやっぱりいいな、もうこう。エンダー隊。うわー、痛いやー。だからこう、あ、いた。ちょっとなんないか。あ、俺って。
コオロギうれや笛なんか吹いてっかね。よっよーれあぶれどこ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 いたおっしゃい殲滅さあ行きましょうさあまた言いましたねハッ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 ぽいやぽいやぺい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 やっぱ強いな自然線28めちゃめちゃ回ったわさああと少しだあともう少しだよしクマさあ、イチョウがイチョウのエリアに入ってきましたここ坂登ればね、お寺ですのでだいたいこの黄金寺がこの島の、まあ、マップの真ん中あたりっていうイメージでねまあなんか良さそうなんでそんな感じで行きたいと思いますではとりあえずよいしょ鎧かまずあれだな刀からだなカッタナッカジカッタナッカジ社会家の太刀イエーイ強化す敵を素早く倒す鉄すら切れるでしょういやすごいな鉄すら切れるでしょ十分な素材をオッケー次は金とか必要なんだ鉄が足らないまた来よう
これで残りで鎧が強化できれば万々歳なんだけどね。武器、ただよりのいらないです。武器ないね、武器。ああ足んないか。ダメだ、足んないや。 OK、 じゃあ終わりかな、今日はここで。はい、まあ、ちょうどね時間もいい具合なんで、今日はこの辺で終わりにいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。おい、弓の強化ができる。ぜひともまたね、次回も見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。弓強くなった。回ってる侍がいるらしいぞ。女房の弟がその目で見たって聞いた。偽物の侍で、きっと野党だ。何言ってる。死んだ侍の鎧を盗んだ。どこから対馬を攻めるべきか分かってたのか。どうやって対馬のことや。酒井様、ご無事で。お言いつけ通り街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ、さらばだ。木のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。誰か助けて。ほらな、言ったろう、望みはあるんだ。